はい、ズキです。本日は Google の新しいスマートフォン Pixel 4a の発売日ですので、早速開封して、特に昨年発売された上位モデル Pixel 4、そして今年ようやく更新された iPhone のコンパクトモデル iPhone SE2、 iPhone SE セカンドエディションと比較していきたいと思います。こちら Pixel 4が上位モデルと言いましたが、 4a は 3a に続く廉価版という位置づけになります。廉価版ですので、アウトカメラが Pixel 4のデュアルからシングルになるなどスペックダウンしていますが、 Google は Pixel 4と同等の写真が Pixel 4a でも撮影できるとしています。取り扱いは SIM フリーとして Google のウェブサイト、そしてキャリアとしてソフトバンクから発売されていますが、今回私が購入したのはソフトバンク版です。 Pixel 4のパッケージと比較すると本体サイズはそれほど変わらないんですが、パッケージはかなりサイズが違います。Pixel 4a のパッケージはだいぶコンパクトになっています。背面を比較すると左が Pixel 4、右が Pixel 4a ですので、このあたりも廉価版といった印象です。それでは開封。はい、来ました。本体は一旦置いといて、簡単な説明書、安全に関する基本情報と SIM ピン、ちょっと薄く印字されていますが AC アダプター、 USB Type-C ですね。そして USB Type-C to USB Type-C のケーブル、 USB を Type-C に変換するクイックスイッチアダプター、同梱物は以上の通りです。 Pixel 4の同梱物と比べてもそれほど大きな違いはありません。それでは本体を見ていきましょう。カラーバリエーションは黒一色、ジャストブラック一色なんですが、なかなかこのマットな感じのブラック、かっこいいんですよね。ペリペリペリ。Pixel 4は起動時間が極端に短かったですが、 4a はどうでしょうか。電源オン。はい、来ました。非常にシンプルなホーム画面なんですが、それが結構いい感じなんですよね。ストレージは初期状態で 128GB 中 13.61GB、 11% 使用中となっています。システムが 12GB、 非常に少なくていいですね。いわゆるキャリアモデルの Android スマートフォンの場合、いろいろと余計なアプリが積み込まれているということがありますが、 Pixel シリーズはより軽量となっています。ディスプレイサイズは 5.8 インチで有機 EL ディスプレイを採用しています。本体サイズは 69.4、 高さ144、厚み 8.2 と Pixel 4と比べると幅は若干 0.6 ミリほど太くなっていますが、高さは3ミリほど低くなっています。厚みは同じですね。ただ思った以上に Pixel 4a は画面が大きく、本体サイズはコンパクトに感じます。ベゼル部分、フロントカメラがパンチホールノッチになったというのも大きいんでしょうね。下顎、下ベゼルについては同じぐらいでしょうか。はい、背面を比較するとより大きさの違いがわかります。カメラもだいぶコンパクトになっていますね。 iPhone SE2 と比較すると幅で約 2mm、高さで約 5.6mm、 厚みで約 1mm、 iPhone SE がそれぞれコンパクトになっています。側面のボタン類をチェックすると、 Pixel シリーズはよくある Android スマートフォンと違って、下にボリュームボタン、上に電源キーとなります。そして嬉しいポイントとして、 Pixel 4ではなかったイヤホンジャックが Pixel 4a で復活しています。 SIM スロットは Pixel 4の正面左上部から、 Pixel 4a では正面左下部に移動しています。開けてみましょう。 SIM トレイはナノ SIM1 枚のシングルトレイ、ただキャリアモデルも eSIM を使うことができます。設定のネットワークとインターネットから、モバイルネットワークの隣にあるプラスをタップすると、下部から eSIM を使用して番号を追加が選択できます。底面はスピーカーと Type-C ポート、スピーカーの音質をチェックしてみます。ボリュームは最大です。
それではもう少し詳細なスペックについて3端末で比較します。 Pixel 4 への重さは4より 19g、 iPhone SE よりも 3g 軽くなっています。バッテリー容量が増えて 140g 台というのはかなり頑張っている印象です。価格水準とともにこのサイズ感、 iPhone SE2 を強く意識して作られた端末というのがよくわかります。 Pixel 4で不評だったそのバッテリー容量は 4A では約 300mAh 増え 3000mAh をオーバーしてきています。 iPhone SE のバッテリー容量を確認すると今更ながらびっくりするような低さですね。なお 4A はワイヤレス充電、地位には非対応です。ディスプレイサイズは4より少し大きく 5.8 インチ。先ほど確認した通りフロントカメラのベゼル部分がパンチホールノッチになったことでディスプレイがインチアップしています。 iPhone SE2 と比較すると1インチ以上大きく、また iPhone SE の液晶ディスプレイに対し Pixel 4A は4同様有機 EL ディスプレイを採用しています。解像度も3端末で一番高解像度となっています。それではディスプレイを比較してみましょう。いつものように Google Chrome から Yahoo のニュースサイトを開くとそれぞれこのように表示されます。ディスプレイ起動を最小にすると、はい、このように表示されます。ディスプレイ起動を最大にするとこのように表示されます。今度は iPhone SE と Pixel 4A でディスプレイ起動を最低にするとこのように表示されます。起動を最大にするとこうなります。こうやって比較するとディスプレイサイズはかなり違いますね。この状態で本体サイズ、インスタグラムに投稿した写真をチェックするとこのような違いとなります。続いて基本スペックとして Pixel 4a のチップセットは2019年4月に発表されたスナップドラゴン 730G を搭載しています。 RAM は4同様 6GB、 ストレージは4にあった 64GB モデルがなくなり 4a では 128GB モデルのみとなっています。外部ストレージについては3端末共通で非対応です。SIM については3端末ともナノ SIM と eSIM のデュアル仕様になっています。それではこの基本性能部分について Pixel 4a と iPhone SE2 でアプリの起動速度とベンチマークスコアで比較します。まずは Twitter から、せーの、 iPhone SE2 かなり爆速でしたね。持ち手を変えて、せーの、はい、やはり iPhone SE2 早いですね。続いて Amazon ショッピングアプリ、せーの、はい、このあたりはそれほど差がありませんでした。ゲームについては PUBG モバイルを起動してみます。せーの、はい、 PUBG モバイルの起動も iPhone SE2 がかなり早かったと思います。グラフィック設定では Pixel 4a ではスムーズ、ウルトラが選択できますが、 iPhone SE2 ではスムーズ、極限が選択できます。最高で HDR 極限もプレイできます。 Pixel 4a は HDR ではプレイできず、 HD コアが最高設定となります。ベンチマークスコアの比較として Geekbench 5ではシングルコアスコアで Pixel 4の 748、 4a の549、iPhone SE2 の1335とかなりスコアが違います。マルチコアスコアでは Pixel 4と iPhone SE2 が肉薄していますが、やはり iPhone SE2 のスコアが一番いいです。それでは AnTuTu ベンチマークスコアを計測したいと思いますが、 AnTuTu の公式見解として違う OS のスコアを並列に置くべきではない、つまり Android OS と iOS のスコアを比べるべきでないという見解を示していますので、スコアについてはあくまで参考程度にご覧ください。はい、結果が出ました。 Pixel 4a のベンチマークスコア総合で28万となりました。バッテリー上昇は27度から5度上昇、最高温度 32.7 度になっています。 Pixel 4と比較すると
スコア差は約16万、 CPU と GPU のスコア差がそのままスコア差となっています。バッテリー温度の上昇幅、最高温度としてはスナップドラゴン855のピクセル4の方が高くなっています。ピクセル 4A についてはゲームをするのは少し厳しい CPU スコア、GPU スコアかもしれませんが、普段使いとしてはもう十分といった感じです。ちなみにスナップドラゴン 720G を搭載したハイコスパスマホ Redmi Note 9S と比較するとほとんどスコア差ありませんね。なおこちらの Redmi Note 9S OCN モバイル1の音声 SIM セットで本体価格最安1980円からの新色発売キャンペーンが実施されています。ご興味のある方はぜひ動画説明欄リンクより公式ホームページをご覧ください。その他の項目、特にアウトカメラ性能については次回詳しく見ていきたいと思います。生体認証はピクセル4の顔認証から 4A では背面指紋認証に変わりました。設定からセキュリティ、ピクセルインプリントをタップして3つの中からセキュリティを設定することができます。指紋の登録は割とあっさりめですね。すぐに登録できちゃいました。せーのせーのせーの、爆速というほどではありませんが十分実用的な速度だと思います。最後に価格を見ていきましょう。 SIM フリーモデルが税込み 42,900円と iPhone SE 2の SIM フリーモデル 128GB 49,800円と比較すると勝負といいますか突っ込んできたなという印象があります。なおソフトバンクでは 49,680 円とおそらくプログラムの関係だと思いますが SIM フリーモデルよりかなり高くなっています。ただ公式代理店のスマホ乗り換え .com さん経由で新規もしくは MNP で契約すると料金プランが自由に選択できつつ2万円のキャッシュバックと1万円分の PayPay ボーナスライトが付与され実質3万円引きの 19,680 円で購入できますので回線契約も検討されている方は動画説明欄リンクよりチェックしてみてください。また旧モデルの価格も改定されピクセル4が 87,840 円から 78,480 円に、ピクセル 3A が 36,720 円から 21,984 円に、それぞれ前述のキャッシュバックと PayPay ボーナスも受けられますので、その場合、ピクセル4が実質 48,480 円に、ピクセル 3A は端末価格1984円と1万円分の PayPay ボーナスを受けられるので、かなりお得だと思います。在庫に限りがあるようですのでこちらもご興味のある方はお早めにチェックしてみてください。最後にファーストインプレッション良いところ悪いところですが、まず今回は悪いところから言ってみましょう。防塵防水非対応というところですかね。 iPhone SE 2がこのあたり対応してきているので残念に感じます。価格面の兼ね合いと本体を軽くするために端折ったと思われるワイヤレス充電地位非対応も残念ポイントです。そして外部ストレージ対応と物理 SIM のデュアル SIM 対応、生体認証も顔と指紋のデュアル認証に対応してほしいと感じます。まあこのあたりは設計思想として iPhone を真似て作られているので難しいのかもしれません。カメラについては本当にシングルでピクセル4レベルの写真が撮れるのか近々検証したいと思います。そして良いところですが、全体的な印象としては申し訳ないんですがあまり期待していなかっただけに端末の質感を含めて好印象を持ちました。なんといってもサイズ感ですね。 iPhone SE より大きいサイズですがディスプレイサイズを考えればベストサイズと感じます。そもそも iOS じゃなきゃダメという方は別として、スマートフォンの大型化に苦慮されていた方にとっては待ちに待った端末と言えるかもしれません。なるべくコンパクトなスマートフォンがいいという方はぜひソフトバンクさんの店頭などで一度手に取ってみてください。ということでこの動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。